イアードリー・スミスはアメリカの女優、声優。アメリカのテレビアニメシリーズ、ザ・シンプソンズに登場するキャラクター、リサ・シンプソンの声優を担当していることで有名である。また女優としてエミー賞を受賞している。本名はマーサマリア・イアードリー・スミス。彼女は1964年フランスのパリにて生まれ、その後アメリカ合衆国ワシントン DC で育った。父は ワシントンポスト市において、初代公式死亡記事編集者として1996年まで働き続けていた、ジョセフ・イヤードリー・ J.Y. ワイ・スミスであり、母は、画廊職員のマーサ・メイヤーだった。シンプソンズでのリサ役として働き始めた彼女は、同じく、フォックステレビのコメディ番組、ハーマンズ・ヘッド、ダーマンド・グレッグにも出演し、また、 ケーブルテレビ局のショータイムでは、デッド・ライク・ミーにそしてディズニー・チャンネルでは、22世紀ファミリー、フィルにお任せ等の作品に出演してきた。彼女は、ティーン・エンジェル、マスネット、主に子供向けテレビ番組の制作をしている、セサミワークショップの番組、スクエアワンにもゲスト出演している。また、彼女は、NBC の番組、ママズ・ファミリーのエピソードにて、 ボニータ・ロケケという名前の脱獄した子供の囚人の役も担当している。映画作品では、レジェンド・オブ・ビリー・ジーン、シティス・スリッカーズ、地獄のデビル・トラック、恋愛小説家等に出演している。スミスは、シンプソンズのオーディションにて、バート役を希望しており、また、ナンシー・カートライトは、リサ役を希望していたが、プロデューサーは彼女は、リサ役が適していると判断し、 彼女にはリサ役をそしてカートライトにはバートの役を与えた。1992年、彼女はシンプソンズにおけるリサの声優として、その高い演技力を評価されプライムタイムエミー賞、ボイスオーバーパフォーマンス賞を受賞した。リサ役での声はスミスの本来の地声よりもピッチが高く、またリサとしての演技する際にその声域の狭さについて、 ジョーク混じりに不満を述べてもいる。彼女は自分には、スミスとしての声とリサとしての声そしてもう一つの声の三つしかないらしく、彼女としては、中間的な地位にあるリサの声は微妙なものがあり、劇中においてもリサが歌を歌うシーンでは、本来の自分の声で歌わなければできないと語っている。だが、シンプソンズの DVD、米国版に収録されている、自身の解説によると、彼女は、 リサの恋に関しては非常に慎重に扱っていると述べている。スミスは1990年から1992年まで英国系カナダ人の俳優クリストファー・グローブと結婚生活を送り、その後2002年ダニエル・エリクソンと結婚し現在に至っている。彼女は NBC のテレビ番組ジェーン・ポーレー賞にて過食症についての経験を告白し、 その克服に25年を費やしたことを述べた。また、彼女は、リサ役でもシーズン16第338話、スリーピングウィズザエネミーにて、接触障害に苦しむ役を演じた。ありがとうございます。